はい、簡単調理しましょうね。今回はですね、かぼちゃですわ。はい、これはまあニュージーランド産ですけどね、安いですよねこれ207円ね。もうあの国産はもうちょっと高いですけどね、もう十分です。材料はみりんですね。でバターでちょっとね炒めてというか焼いて、はい、であと醤油と、こんだけでございます。はい、まずこのワタとね、この種をね取り除きます。ちょっと洗ってね、うん、それからカットしたいと思いますけど、その前に電子レンジに入れますけどね。はい、そんなことでまずね洗ってワタとね種を、取り除きます。よいしょ。はい、洗いました。でワタと種をね取り除いて、皮も食べますから、よく洗いました。はい、このまんま、サランラップでね包みます。はい、そうですね、600ワットで2分ぐらい電子レンジでチンいたします。ね、はい、これじゃね、600ワットで2分程度チンします。はい、チンいたしました。あんまり熱くなってない。おう、ちょっと柔らかくなったんかな俺。うん、ちょっとね、まあ食べやすい大きさにカットいたします。じゃあこれね、おお、よしよしよし、ほんまに硬いからねかぼちゃは、かぼちゃは硬い、よいよいよ、ちょっと柔らかくなってるね。よいしょね、よいしょ、あと半分くらいでいいかな。うん、そうやね。よっしゃ、こんな感じかな。よし、これをね焼き、まあ炒めるというか焼きますね。あとはねこれバターとね、みりんとね、香り付けにね醤油をちょっと垂らします。こんなとこですかな。それじゃあね焼いていきましょう。ちょっとねこのオリーブオイルを入れます。健康にいいオリーブオイル。中火で焼きます。いい色やね。はい、これはバターを入れますね。はい、みりんをちょっと入れます。おうおう、やっぱりね、よしよしよし、ええよええよ。
ツルツル滑るし、ね、はい、おお、はい、香り付けにね醤油をちょっとね垂らしますね。はい、焼けたよ。はい、いただきます。お、柔らかいやんかいさ。うん、かぼちゃのもちもち感がたまらんな。うまいですうまい。ということで、ご視聴ありがとうございました。